皆さんこんにちは。大相撲界に新しい風を吹かせている大の里をご存知でしょうか。2024年の夏場所で初優勝を果たした新小結の大の里の経歴は実はすごいのです。初土俵からたった7場所での優勝は大相撲史上最速の記録を叩き出します。これにはみんながすごいと驚いています。今回はこの大の里を取り巻く期待と懸念についてお話しします。大の里は日体大時代から数十年に一人の逸材として多くの注目を集めていたんです。その実力は折り紙付きで、多くの相撲部屋が彼を獲得しようと争奪戦を繰り広げました。最終的に彼が選んだのは元横綱稀勢の里が率いる二所ノ関部屋でした。この選択の背景には二所ノ関部屋の部屋付き親方であり日体大相撲部出身の元関脇吉風中村親方の存在が大きな要因となっていたんですね。八角理事長も相撲内容が立派、ラッキーで勝ったような優勝ではない、これから先上の番付がある、今年中に大関、1年後にはもっと言っているかもしれないと大絶賛していました。大の里の将来には大きな期待が寄せられているんです。さてここで大の里を取り巻く状況について詳しくお話ししましょう。中村親方、元関脇吉風の独立が2024年9月に予定されているんですが、これが大の里にとっては大きな影響を与えそうです。中村親方は日体大相撲部出身で、日体大時代に大の里と深い関係を築いてきました。そのため中村親方の存在は大の里にとって非常に重要なんです。中村親方が独立することで二所ノ関部屋と新しい中村部屋の間で大の里をめぐる争奪戦が発生するかもしれません。これがどんなドラマを生むのか非常に興味深いですよね。中村親方が独立を決意した背景にはいくつかの要因があるんです。まず中村親方は小車部屋の閉鎖に伴い多くの日体大出身力士を連れて二所ノ関部屋に移籍しました。しかし独立の決定はタイミングの問題だけではありませんでした。中村親方自身の相撲観や指導方針が二所ノ関親方との間で微妙にすれ違っていたことが大きな理由の一つだったんです。中村親方はもともと独立の準備を進めていたが、内弟子の教育にも影響が出そうだから独立の時期を少し早めたようだという話もありました。独立の時期を早めた背景には二所ノ関部屋内での力士教育や方針の違いがあったことがうかがえます。中村親方の独立が決まった際、最も注目されたのは大の里の去就でした。大の里は日体大相撲部時代から中村親方と深い関係にあり、その指導の下で大きく成長してきました。だからこそ中村親方が独立する際に大の里を新しい部屋に連れて行こうとするのは自然な流れです。大の里は今回の初優勝で二所ノ関部屋の稼ぎ頭になり、年内の大関は確実しというような見出しも新聞では躍るでしょうが、一方で二所ノ関親方と中村親方の間で奪い合いになりかねない状況なんですと相撲担当記者が語っています。これから二所ノ関親方と中村親方の間で大の里をめぐる争奪戦が繰り広げられる可能性が高いんです。二所ノ関親方にとって大の里は部屋の未来を担う重要な力士なんです。元横綱稀勢の里として知られる二所ノ関親方は自身の指導の下で大の里がさらに成長することを強く望んでいます。彼は大の里が部屋の中心的存在としてさらなる高みを目指すことを期待しているんですね。大の里が初優勝を果たしたことは二所ノ関部屋にとって大きな誇りです。彼の成長を見守りさらに高みを目指す手助けをすることが私の役目だと考えていますと二所ノ関親方は述べています。こんなに熱い思いがあるからこそ大の里を簡単に手放すことは考えられません。大の里にとってどちらの親方の下で相撲を続けるかは非常に重要な選択です。中村親方との深い絆や信頼関係は彼にとって大きな魅力です。しかし二所ノ関親方の下で培った経験や部屋の環境も無視できません。中村親方の指導の下で成長してきたことは事実ですが、二所ノ関親方の下でも多くのことを学びました。この選択は非常に難しいものですが、自分の将来を考えて慎重に決めたいと思いますと大の里は語っています。この選択が彼の将来を大きく左右するでしょう。大の里をめぐるこの争奪戦は相撲界全体に大きな影響を及ぼしています。多くの相撲関係者やファンが彼の決断を注視しており、その行方によって相撲界の勢力図が大きく変わる可能性があります。大の里の選択は彼の将来だけでなく相撲界全体に影響を与えるものです。
彼がどちらの親方の下で相撲を続けるかによって部屋の勢力図が大きく変わる可能性がありますと相撲評論家は指摘しています。また中村親方が独立後にどのような部屋を築くかも注目されています。彼の指導スタイルや部屋運営の方針は他の相撲部屋とは一線を画すものが期待されています。中村親方は現役時代に熱血漢として知られていました。そのため彼の新しい部屋も熱意と情熱に満ちた環境になるでしょう。彼の下で多くの若手力士が成長することが期待されますと相撲関係者は語っています。中村親方の独立と大の里をめぐる争奪戦は相撲界において重要な出来事となります。大の里がどのような選択をするかは彼自身の将来だけでなく相撲界全体に大きな影響を与えることは間違いありません。彼がどちらの親方の下で成長を続けるか、その決断が注目される中、相撲界は新たな展開を迎えようとしています。大の里をめぐる問題はこれだけではありませんでした。2024年4月22日、相撲協会から協会員の不適切行為に対してと題された書面が発表されました。内容は、大の里と未成年の幕下以下力士が昨年9月に部屋内で共に飲酒していたというものでした。師匠の二所ノ関親方は当初この問題に厳しく対処しましたが、最終的に相撲協会に報告が上がり厳重注意が行われることとなりました。この問題について週刊新潮が詳細を追っています。同紙によれば、19歳の若手力士が部屋内でいじめを受けており、大の里がその先頭に立っていじめをエスカレートさせていたとのことです。19歳の力士が風呂に入っていると、大の里が後から酒を携えてやってきて風呂場で飲めと強要するらしいのです。しかも断りきれない若い衆が大量の酒を飲まされ酔いつぶれる様子を見て、大の里は面白がって笑うのだとかと後援会関係者は語っています。相撲協会がこの問題を半年以上も公表しなかった背景には、協会と二所ノ関親方にとって都合の悪い事実が隠されていたとされています。週刊新潮編集部がこの問題を追及し続けた結果、協会は大慌てで書面を発表するに至ったのです。大の里は日体大相撲部時代に2年連続でアマチュア横綱に輝き、史上最強の学生横綱との触れ込みで角界入りした。今年1月の初場所で新入幕を果たし、3月の春場所で武尊富士と優勝争いを繰り広げたことも記憶に新しい。そんな角界期待のホープゆえの大天最低ということなのかと、相撲協会の対応に対する批判もあります。大の里の未来は依然として多くの期待と懸念が入り混じった状態にあります。彼の実力と将来性は確かですが、周囲の環境や問題が彼の成長にどのように影響を与えるかは未知数です。特に中村親方の独立や相撲協会の対応が彼の精神面や士気に与える影響は大きいでしょう。中村親方の独立や飲酒問題など、彼が直面している困難をどのように克服していくかが今後の彼の成長に大きく影響するでしょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。